はい、こんにちは、ちっちゃです。今回も憑依練成やっていきたいと思います。皆さん、憑依練成はかどってますか？最近毎朝5時とか6時ぐらいから2、3時間歩いて何度か開封しております。でその中で当たりとして引いたのがこのギルオスヘルムの水属性攻撃強化と、あとは氷属性ライトボウガンの氷属性強化プラス6、あとはこのリオソールグリーブ、足装備に回避距離がつきました。で一応ウルム装備にはジャスト攻撃がついてます。今進捗こんな感じです。ただ目標としてはこちらになってますので、これになるまで毎朝頑張って歩きたいと思います。距離のカウントなんですけど諸説ございまして、車とかバスとかだと結構速さが速いからカウントされないみたいな話で、で自転車も結構速く漕ぐと全然カウントされないらしくて、なかなかね難しいっぽいんですよ。私はね毎朝頑張って歩いて一つが開けて帰ってるので、これからもね毎朝がっつり歩きます。ただねもう結構暑くなってきたんで、朝出るのが5時とか6時からになって、その時間ね大連続狩猟はないんですよね。大連続狩猟は朝の7時15分スタートなんで、まあ、できて1回とかチケット使って2回とかなんですよ。まあ、夏はねお昼本当に暑くなっちゃいますし、まあ、朝4時とか5時とかには日は出てるわけですから、夏の間だけでもね大連続狩猟朝5時スタートとかしてくれたらなって個人的には思ってます。あとそうお知らせ来てましたね、シーズン1クライマックスイベント、これがめちゃくちゃ楽しみです。なぜかというとプケプケアッシュが再登場します。ライトボウガンはプケプケアッシュの腰装備が現状必須装備なのにもかかわらず、憑依練成するのにグレード8必要なんですよね。いや上がってないよそんななのでライトボウガン使いのハンターさんで腰装備が練成できていないっていう方結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。私もそうです。でこのイベント6月の6日からなので、このイベント期間中がっつりと狩猟したいと思います。さらにイビルジョーがね大連続狩猟で登場するらしいんですよ。最近ねイビルジョーがレウスアッシュレヒアッシュにかき消されてるのかあんまり見かけないので、全然イビルジョー武器が育ってないんですよね。なのでこの期間中にねイビルジョーグレード10の5にしたいと思います。ただ危ぶまれるのは大連続狩猟に星8のイビルジョーが来るかどうか。今大連続狩猟で星8が人妖がしかいないじゃないですか。そのおかげで大連続狩猟で竜玉のかけらがもらえないんですよ。そうせっかくね大連続狩猟イベント中でね1枠目2枠目が2倍になるのに竜玉のかけら出ないっつって、くーこれは絞ったなーっていう感じなんですけどね。さすがにイビルジョーの大連続狩猟イベントの時は星8来るよね。2倍にならないのであれば唾液も放出してくれると信じております。そうだよねだって一番欲しいの唾液なんだもん。来てくれるって信じてます。ということで練成破壊やってきます。なんとかこのウルムメイルに連撃つけたいんですよ。いきます。熱傷大勢、はい、続きまして黄色連撃会心率プラス 1%、まあ、会心率プラス 1% っていうのは嬉しい、うん、嬉しい。会心率なだけで嬉しい。だって連撃防御とかってねちょっと残念ですからね。いやこれは嬉しい。え違う違う正気じゃない。危ない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 。ちょっと落ち着け落ち着け。で連撃に変更します。パオルムの胴体はライトボウガンだとねほぼどんな状態でもつけることになる防具なんで、これは全体強化になりました。うわ嬉しい。いやこれ本当に嬉しい。びっくりした。使
くんだ連撃。今こう右下見ていただいたら分かると思うんですけど、私53回目ですね。53回目で連撃出ました。結構確率的にいいんじゃないですか。じゃあどうしよう、この後。じゃあ次、水、これ氷属性ね、氷属性。だこれは見切りもあるんで、見切りがあれば、まあ、何でもつけたいって感じですよね。氷属性、ベリオかな。これね、マカライトね。マカライトがあればグレード8まで持っていけるんですけど、マカライトがなくて憑依スロットが開かないんですよね。めっちゃ鉱石やってるんですけど、これもしんどいな。しょうがないので、見切り狙いで足につけます。睡眠防御。さ、蛍光。なんか蛍光があるってことはそろそろあれ来そうだね。総中根。あと弱徳なんだよな。弱徳どうしよう。ではこの白ですね。白は弱徳が出るのでアンジャンフの腕につけます。いきまーす。腹痛です。はい、今アンジャの腕他ついてないんで、せっかくだから漂流石の青使っちゃいますか。攻撃とかね、 HP ゲージ加速とかジャスト攻撃出たら美味しいですからね。ああ体力増強、腹痛でいいやそれ。よし、睡眠属性強化。なんか私会心 1% 以上見たことないんですよね。出るのかな。根性。腹痛より根性の方がいいかもね。根性にしとこう。よし。いやーとりあえず連撃がね出てくれたのでめちゃくちゃ嬉しいです。あとはプケプケアッシュね来たらまた連撃を狙ってがっつりと回したいと思います。いやー絶対出ないと思ってたけど意外と出てめっちゃ嬉しいです。ただねここでねもうガチっちゃったらちょっともったいないことになる可能性もあるんですよ。アップデートで新モンスターが追加されるので、それで防具が更新したりとか、あとは例えば錬成で新しい石が追加されるとか、新しいスキルが抽選できるようになるとか、そういうのも全然あると思うんですよ。なので今ね無理にガチャするんじゃなくて、ほどほど程度で楽しんでいこうかなと思ってます。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。外ロケ動画の撮影は終わってるけど編集が終わってないのがたくさんあって投稿がね前後してしまいますが、そちらもぜひ見ていただけると嬉しいです。動画良かったよって方は高評価ボタンのポチお願いします。またどんどんモンハンナウの動画投稿していきますのでチャンネル登録もお願いします。またね、編集頑張ろう。